矢島森一から1922年は明治時代に活躍した陸地測量士。現在の石川県出身。日露国境確定事業に際して天文測量を担当し、初めての国際的な測量事業に尽力したことで知られる。高下2年に金沢藩市の家に生まれる。明治7年2月2日陸軍省11党首市、参謀局第六課創設時から、 天文測量を、汽船測量と一二等三角測量に従事し、特に汽船測量と天文測量で実績を残している。明治16年から17年にかけて、一等三角網における海軍艦章台を原点とする法威角の決定を行い、三角測量の計算原子を構築した。1886年5月22日、陸軍六等技師となる。 1889年4月17日、陸地測量士を任ぜられ、1895年12月28日高等官6等。日露戦争後の1905年、ポーツマス条約で、カラフトの北緯50度以南を日本が領有することとなり、翌1906年5月18日、カラフト協会制定委員を併せかり、1908年までにかけて、 参謀本部陸地測量部の矢島陸地測量士を日本側の測量責任者とし、天文測量による日露両国の国境確定作業が行われた。明治39年12月27日、高等官5等に昇進。1911年11月20日高等官4等、同28日岩面官となり、1917年11月1日、 本島測量事務調査の食卓となる、ありがとうございます。